Yeah, we are back. There we go. We're back for Yakuza. Yeah. And we were, yeah, new Serena. All right, let's go. Joe, Mama. And today's drink, beer. And I see that there is no audio. Lousy Steam Labs. いいじゃない。それだけうちらも本気ってことだよ。そうそう。一応味と代わりにしていいって店を確保したんだ。 M サイドカフェっていうミレニアムタワーの横のカフェなんだけど、今から少しだけ時間ある。仕方ないな。少しだけだぞ。この店マスターの知り合いが経営してるらしくてさ、掛け合ってくれたんだ。 あのマスター、一体何者なんだ。本当に嫌がったな、ジョーの野郎。お前ら、お前の動きなんてな、こっちには筒抜けなんだよ。ジョー、岡田、ここに来たからにはもう容赦しねえぞ。カムロ町はジャスティスのホームだ。尾道みたいにお前らにやりたいようにはやらせねえ。 そんなの覚悟の上だ。そうじゃなきゃこんな喧嘩なんか売らねえよ。それよりどうだ、久々に怠慢でも張るか。<笑>断る。この人はカリスマレインメーカーだぞ。お前みたいな三下の相手をしている暇はない。<笑>レインメーカー、勘違いしてんじゃねえぞ。じゃあお前らの相手は俺たちがやらしてもらう。 最近退屈だからよ。相手してくれや。おい、ジョー、何なんだこいつ。ジャスティス六強人の最強タッグ、天山小島、通称天小島です。俺と岡田がジャスティス作って潰そうとたギャング、カラーズの中心人物だった奴らです。カラーズの、なんでそんな奴らがジャスティスに入ってるんだ。岡田はあいつらの力が欲しかったんでしょう。 二人ともクソ野郎ですが、腕は確かですから。おお、ジョー君、分かってんじゃねえか。そうよ、カラーズからジャスティスに鞍替えしてもな、俺たちがチャンピオンだ、永遠のな。1+1は、1+1で200だ、10倍だぞ10倍。おい、 計算間違えてないか。それを言うなら100倍だ。細けいこと気にすんなよ。スケール感の問題なんだよ、この野郎。細かい突っ込み野郎は。ぶっ殺しちゃうぞ、バカ野郎。まあまあまあ、天下の六強人がこんなところで三下と戦うのはよしましょうよ。我々の格が下がったように見られてしまう。ねえ、レインメーカー。 ああ、そうだな。そうだ。そういえばあんた、前にも一度会ったよな。ああ、そうだったかもな。<笑>偶然ってのあるもんだな。あんたに恨みはないけど、俺の邪魔をするな。悪いけど排除させてもらう。上等だ。せいぜい楽しませてくださいよ、気流解散。 それでは、てめえら覚悟しとけよ。<笑>あいつらがジャスティス本体か。こっちでも厄介なことになりそうだな。チームの編成をしたり、ジャスティスと戦うときはここに来て声をかけてください。わかった。
いらっしゃいませ。Boy, there's nothing here to eat. Toast. Jesus. Yes. 気に入ったぜ。Bread or rice? I don't think that's good, actually. さ、行くか。はい。ありがとうございました。せがって。Let's go。ググ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 グ殺からは何か情報はもらえたんですかいの？少しだけだ。あとでまた馴染みの伊達って刑事がここに来てくれることになっている。そこのママの旦那だけどな。悪いな、ママ。またたまり場にしちまって。いいのよ、好きに使って。この店には私より桐生さんの方が古いんだから。ありがとう。そちらのママ、デカの神さんじゃったんか。いやー、下手なちょっかい出さんでよかったわ。ノーを言うた。大丈夫か、言うた。知り合いの死に顔を見るのは初めてじゃ言うとりますけ。さっきから心機くそうでかなわん。余計なお世話ですよ。大体頭だって今の今まで黙りこくってたじゃないですか。バカだれ。お前が何も口聞かんから。わしも黙っとっただけじゃ。警察の話じゃ、辰川をやったのは中国マフィアの連中らしい。中国マフィアって例の最王会とかいう。ああ、辰川は情報屋としてその最王会に使われてたって話だった。何かしくじって雇い主に始末されたってことかな。しかしえげつなことしよるの。辰川は喉切られた上に心臓をめった刺しにされとった。見せしめっちゅうことですけど、なんか俺が知ってた辰川とは別人みてえだ。カムロ町でホストになったと思ったら、そいつは中国マフィアの情報屋になるための偽装で、やっと見つけたと思ったらゴミみてえに殺されててよ。俺は辰川を半殺しにしてやろうと思ってわざわざ東京まで出てきたのに、すっかり気持ちが冷めちゃいましたよ。これからどうします、兄貴。辰川が死んどるんじゃ、遥さんのことも何も聞き出せんで。分かってる。だが俺は中国人がなぜ辰川を殺したのかを知りたい。と言いますと、辰川が中国マフィアに追われてたんなら、ハルカやハルトもその件に巻き込まれたって可能性がある。ん？もしそうなら、ハルカちゃんが引き逃げされたのはただの事故じゃなかったってことすか？まだそう言い切れるだけの材料はない。だが、タツカワって男にはわけのわからないことが多すぎる。確かに、そうっすね。だて。キリュウ、邪魔して構わないか？広島の広瀬一家って言うと、あんたら陽明連合会の関係か。
陽明連合会直系の増添組さんか。その末端の組ですわ。Also, I like how the cutscenes are actual cutscenes, not just dialogues. 昔、大見連合ともバリバリやりようとるけ。サツの旦那じゃったら名前くらい知っとるじゃろ。悪いけど聞いたことねえよ。なんなら、東京のデカも大したことありゃせんのんじゃの。それよりな、キリュウ。ちょっと遥かのことでお前に話しとかなきゃいけないことがある。ん？お前が広島に行ってる間に遥かの病院を移させてもらったんだ。都内の警察病院にな。何かあったのか。ああ。前の病院に東上会を名乗る連中から遥かを見舞いたいって問い合わせが何度も来るようになってな。東上会か。遥か。そう名乗ってるだけで本当に東上会の連中かどうかもわからねえ。とにかく俺も気持ち悪いんでな。人目につかねえように病院を移したんだ。一応念のためだが、遥かの病室には誰も近づけねえように警備をつけている。遥かの容体は変わりなしか。あいにくな。お前ももう少し落ち着くまで遥かの面会には行かない方がいい。お前らが下手につけられて遥かの居所が嗅ぎつけられや、もう移す病院のあてもねえ。そうか。Smart. せめて遥かの意識が戻ればいいんだな。Well, thank you, 秋山はどうしてる。あいつも遥かについててくれていたろ。遥かを警察病院に移した時、秋山にも離れてもらった。あいつも中国マフィアに狙われる身だ。そうそうのんきに病院でじっとさせてるわけにもいかねえ。連絡は取れるか。ちょうど中国人のことで秋山に聞きたいことがあるんだ。いや、用がある時は向こうから連絡してくるって言うんでな。こっちからは連絡の取りようはねえ。でもお前が今さら秋山に聞きたいことってな。前に秋山と一緒にいた時、エドっていう中国人とやり合ってな。多分西洋界の中でも幹部クラスだ。秋山からそいつの居場所を教えてもらいたい。その後エドから西洋界が達川を殺した理由を聞き出す。なるほど。ただそういうのは警察の仕事なんだがな。Sure. まお前に言っても聞きやしねえか。そりゃそうと、今度は俺にも話を聞かせてくれ。殺された達川が神室町に来た行き先とか、広島にいた時の様子、遥かとのやり取り、何でもいい。悪いが俺も仕事なんでな。Not like Kiryu knows. さっきの伊達千代でか、年は食っちゃるがなかなかの切れ者じゃったの。信用してもええよじゃ。そうっすね。伊達さんに任せておけば、達川がなんで殺されたのかも掴んできてくれるんじゃないすか。そうかもしれねえな。だが俺は一刻も早く遥かの事故の真相が知りてんだ。黙ってじっと待つつもりはない。なんでそんなに急ぐんです。さつも達川の殺しを追い始めたんだ。いつ俺らを邪魔者扱いしてもおかしくね。伊達さんはともかく、結局警察ってのは組織の理屈で動く。例えば本庄ってデカは俺を犯人扱いできるとも匂わせてきた。なんじゃそれ。とにかく俺は自由に動けるうちに動いておきたい。まずは秋山を探してみる。前に秋山が隠れてた下水道に行ってみるつもりだ。お前らはここにいて、いつでも連絡が取れるようにしといてくれ。わしらはここで待機しておりますけ。気にせず向かって使わさい。キリの兄貴、気をつけてください。あ、もうチュリング。ナイス。時間食っちまった。
check this out. いらっしゃいましたね、キリュウさん。それでは今回の食事評価ですが。Failed. そして今回のライズアップチャレンジの評価ですが。Huh?Nice. Post pump picture. Made some gains. Easy. Training was perfect. Next time, we should focus on eating. Next time. Well, this is the end of the Rise Up Challenge. Well done. 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 Well done.Next round in Battle Town, okay. Good enough. Are you there? Moskoste, Kiryu san desu ka? Uha! Hontou ni Kiryu san da. Wait, who's this? One of the buff. Yeah. O mae wa. Dare da? Chotto, chotto. Wasurenai de kudasai yo.育ちですよ、育ち。育ち道場を経営していた。ほら。育ち。育ち。あ。お？全然思い出せない。ひどいですよ。かなり昔に一度闘技場でご挨拶させていただいたんですけど、まあでも挨拶程度だったし、忘れてしまっても仕方がないか。なんだかすまないな。いえ、なら改めて自己紹介させていただくのみです。僕はソダチヤスオ。かつてソダチ道場という道場を経営していたものです。キリュウさんのお友達の佐島さんにすごくよくしていただきまして。ほう、佐島の知り合いなのか。ナイス。キリュウだ、よろしくな。しかしさすが道場主だな。すごい肉体じゃないか。そうでしょう。でもね、実はもう道場は畳んなんです。門下生や西島さんとの思い出が詰まった僕の大切な場所だったんですけど、ね、そうなのか。もしかして何か重い理由があるのか。いや全然、土地の価値が急上昇しましてね、売り時だと思って売っちゃいました。売りたくなかったんですけど、額が額でしたから、背に腹は変えられんですからね。で、そのお金で自分磨きでもするかなと思ってここに通い始めたら、こんな肉体になれたんです。結果にコミットするってのは本当なんですね。なんだ、お前もここに通ってるのか。てっきり自分の道場で鍛えたのかと思ったぜ。全然、僕道場主でしたけど、喧嘩なんて一度も勝てたことなかったですから。いやしかし道場を畳んで正解ですよ。こんないいジムができたら勝てるわけないですもん。あんな貧弱だった僕がこんな屈強な男になれるんですからね。そうだな。じゃあ俺はこれで。ちょ、キリュウさん。キリュウ、待てこら。あ、なんだ。怖い。でもこれを乗り越えないと。よし、ややキリュウさん。じゃあ、はい、オッケー。キリュウ、僕と、いや俺と勝負してくださいな。勝負？お前と？そうですよ。僕はね、ずっとキリュウさんや西島さんみたいな強い人に憧れてたんです。いつかあの人たちみたいになりたい、そして勝ちたい、ずっとそう思っていました。でもそんなの無理だと思って諦めてた。この肉体を手に入れるまではね。ビフケイク。今の僕はあの頃にはない驚異的なパワーがある。これがどんなものか試してみたいんですよ。憧れの桐生一馬に。
どれだけ近づけたのかをね。ああ、ちょっとちょっと帰らないで。めんどくせえな。悪いが、そんなのに付き合う暇はないんでな。いいもんいいもん。ならこっちから行きますよ。Dude, what? That's it? Damn. Just 1-1-1. 全然歯が立たない。確かにガタイはいいが、動きに無駄がありすぎる。No feet work. せっかくの力を活かせてねえと思うぞ。ですよね。僕も道場主をやっていたので、格闘理論には長けているつもりなんです。でも。頭で分かっていてもそれを体でうまく実践できなくて、どうすればいいんでしょうかね。まあ練習を積むか経験を積むしかないんじゃないか。Get your ass kicked a lot of times. やっぱりそうですよね。Decent defensive player with a decent sportsmanship. キリアさん、僕この体を生かせるようにもっと練習してきます。強くなったらまた挑戦させていただきますので、その際はお手合わせお願いしますね。ああ、え？まだやるのか。もちろん、桐生さんに勝ちたいし、自分の格闘理論が正しいことを証明したいですしね。もし桐生さんに勝って格闘理論も証明できれば、それを宣伝して超人気の道場を作ってボロ儲けできますしね。カムロ町に金の雨が降るぜ。セビーさん、ということでまたよろしくお願いしますね。それではさようなら。やれやれ、わらなし。また面倒なことに巻き込まれちまった。More like everyone region。 なんだよ、泣かすぞ。あ、しゅっ。Easy. You sure are a man, I say. 330? Dude, that's no money. It's like less than a meal. Man, that's so low. Whoa! Flank.誰だお前ら。把他包围起来，别让他逃走。要确定这家伙今天死在这里。Bat, a sword, 中国人。What was it? ここでずっと秋山の帰りを見張ってたってとこか。話の通じる相手じゃなさそうだ。看我把你这混蛋给磨成肉酱，再把所有的日本黑帮给杀得干干净净。Superman punch. Oh, oh no, oh no, oh my arm, oh no, ouch.They have set up a lair in the sword and drawn minus. Well, it was Akiyama's place. Remember? Akiyama was the tent. まだいるな。お前は逃げなくてもいいのか。どうも、キリュウさん。Oh, it's the guy who's sitting on the sword. Hmm? Ah. 前にこの場所を教えてくれたやつか。よかった。
俺まで殴られるんじゃないかと思ってヒヤヒヤしてた。でも桐生さん、なんでまたこんなとこに。秋山さんなら前にあんたと出てったきりここには戻ってないよ。また秋山と連絡が取れなくなってな。あんただったら連絡つけられないか。できなかないけど少し時間がかかる。秋山さんも慎重なんでね。連絡が取れるまで何人かに話通さなきゃならないようになってんだ。あいつはまだ中国マフィアから狙われてるよ。正直そこまでヤバいならカムロ町を離れた方がいいと思うんだけどね。秋山に俺の携帯へ電話よこすように伝えてもらえるか。わかったよ。少し時間をくれ。For some time until he pops. Can we through here? I actually can, look at that. Nice. In. Where the hell am I? Oh. Okay. いらっしゃい。Extra large. Just do that then, I guess. For 2K, look at that, cheap. 気に入ったぜ。 Let's leave drinking alone. さ、行くか。ありがとうございました。 Oh, completely something.New adventure. 5 medicine items, what's that? Oh, come on. What's your name? Akiyama. I didn't get in touch with you. Kill some time. I literally just ate. That's it. Where are you now?まあ転々としてますよ。カムロ町にはいますけどね。そうか。お前に聞きたいことがあるんだ。この間エドって中国マフィアとやり合ったな。あいつはマフィアの中でどの程度のポジションだ。採用会の中でってことですか。幹部ではあるみたいですね。ボスと直接口切るメンバーの一人だとか。She saws me on the phone. She sees me on the phone and just leaves. エドと話がしたい。あいつの居場所はわかるか。江戸と話したいって。なんでまた。採用会が遥の事故に絡んでいるかもしれないんだ。江戸がいるのはアジア街です。そのど真ん中にあるでかい店が江戸の仕切りなんですけど。ヘッドハンチョ、なんだ。桐生さんが店行って江戸と話したいと言っても手下どもが通してくれやしません。その店は採用会の中心部です。連中を丸ごと潰しに行くのと変わりませんよ。なんならそれでも構わねえかな。極道から足洗った人のセリフじゃありませんね、それ。とにかく、電話じゃなんです。今から会いませんか。いいのか。どこで会う。劇場前広場にアパホテルってのがあります。そこの6階の客室で。AP。キリュウさんはお一人ですか。ああ、一人で行く。JBL のフリーク。俺もすぐ向かいます。でも、今度はつけられないようにしてくださいよ、キリュウさん。わかってる。But first, baseball. Let's go advance.カットバス。ホームラン、シーア。おっ、シッ、イッチュアルムーブ。ファストボール、よし、トリプル、オッケー。
Oh, dude, what a curveball. Holy cow. Hold on. Oh, no. Hold on. Hold on. Oh. Yush. Ah, single hit. Yeah, good enough. What do you mean, ow? C. Meh. Good enough, I guess. No, that's not the door. Way over here. Alright. I mean, this is the hotel. Ow. And I can't go in from here. Dude, kill me. Batting center. Just there, dude. It's probably the same guy. Alright, I need to actually get up. Abunai. Hayaku tasuke naito. Ochiru so. Can I go up from here? No. What's this shiny? See if you found. Oh, nice. Easy. Kyosukeroyo. Okage de tasukarimashita. 50 seconds away. Nice. I can open this locker. Let's go. Let's check it out. Maybe it will have something. Drop kick. Let's go. What is the thing? Don't tell me it's above. Oh no. Oh no. Damn it. Thought it was inside. I'm ashamed. Alright, let's check. Open.
strength tome, wisdom tome, spirit tome, technique tome, charm tome. Damn. Items. Oh, okay. Nice. Look at that. Rank up A. Awesome. Let's defeat the hooligans. Dude, what? Nani o yatten da? Shisuke ga natte da. Another is full. What do you mean? What do you mean my inventory is full? Oh. Oh! Oh! Ow. Okay. Taku, jikan kuchimatta. Konna koto wa mou yamete oke. Ah, yokatta. Alright, let's go. Not them again. He's a Shibara Kunetero. There you go. I am getting followed though. Oh. Let's go chat. I can't actually run. Wait, where did the can go? Huh? Okay. Find mommy. さっきから俺をつけてるのはお前らか。ファイア。
Oh, there's more. Awesome. Mundo Muyoka. Can I just pick up the car? That's done. Dude, he kicked the bike in. Dude, what? どうなってんだ。なんで登場界の人間が俺を。テマ取らせやがって。Supposed to go in there? Yeah. Huh? Akiyama. Look at that. Domo. ちょっとスパイみたいでしょ。でもこれ遊んでるわけじゃないですから。その割には楽しんでるように見える。本当の話、今の俺がカムロ町で動くには一苦労でしたね。それに今日はもう一人ゲストがいるんで慎重にと思いまして。ゲスト。人生一家の室田です。命を救ってもらった恩は忘れてませんよ、キリアさん。お前、なんでここに？最近、この室田君から俺の変装を見破られたことがありましたね。聞けば、俺のことをキリュウさんに教えたのも彼だったって話で、意気投合したというか。ナイス。俺らが気をつけなきゃいけないのは中国マフィアだけじゃありません。登場界の素材ってのも穏やかじゃないんで。キリュウさんにはこちらの室田君からそのあたりの話を聞いておいてもらった方がいいと思ったんです。どういうことだ。いやー、よく見りゃ本当に4代目だったんですね。あの後カムロ町に4代目が来てたって聞いて驚きましたよ。ただ登場界の上層部は驚いたっていうより動揺してました。それも結構激しく。動揺。今の登場会本家は会長代行の菅井さんと染谷の2人が主導権を握っています。理由はもちろん6代目が逮捕されて不在になったからなんですけど、
でもそれが仕組まれたもんじゃねえかって噂があるんです。Plan. No kidding. 仕組まれた。順を追って話しますが、まずアジア街の火事です。あの日何箇所かで同時に放火されましたが、未だに犯人は分かっていません。でもあの当時、カムロ町でそんな組織的な動きができる勢力となると、What do you mean? 東上界以外にないんです。東上界のもんがアジア街に火を。ええ。そしてその焼け跡に入り込んできたのが中国マフィアの最妖怪。当然東上界と島争いが始まりました。でその構想が収拾つかなくなると、サツはうちの6代目に責任かぶせて逮捕。トップ不在の東上界は相談役だった菅井さんに実権を握られることになった。噂の筋や菅井と最妖怪はグルだったってんです。アジア街の火事は菅井が最妖怪をカムロ町に引き込むためで、その後の構想は6代目を逮捕させるための茶番。そしてもし本当に菅井たちが大吾さんの追い出し工作をしてたなら、彼らにとって桐生さんは相当煙たいはずです。桐生さんが真相に気づけば大吾さんをはめた返しに来るって。だから俺はどうしてもこのことを4代目にお伝えしたかったんです。菅井と染谷にはくれぐれも気をつけてください。ここに来る前、俺は東上界の人間に襲われた。え？お前の言う噂話もまんざら的を外しちゃいねえようだ。わざわざすまなかったな、室田。恩に切る。ええ。それじゃ俺はこれで。I saved his life.東上界には今の室田君みたいに考えてる奴が他にもいます。ところが、菅井と染谷が睨みを聞かせてるもんで、誰も表立っては言えない。Damn. お前はどう思うんだ。菅井たちと最妖怪がグルだって話ですけど、少なくとも今は本気で殺し合ってるようにしか見えません。Each other? Wait, what? 最初は茶番だった構想がいつの間にか本物になったってことかもしれない。So the Thrice actually want the Kamuro Cho. Kamuro Cho は今めちゃくちゃです。俺がスカイファイナンスを再開しようにもこんな状態じゃどうにもならない。スカイファイナンスを。俺はこの街を生かす夢を持った人間に金を貸すためにスカイファイナンスを始めました。どん底だった俺を救ってくれたこの街に恩を返すためです。ところが東上界と中国マフィアの抗争に加えて人言派が街中の風俗店を買い占めています。ご存知かどうか、スターダストもその餌食になりました。 Yes. 聞いている。こんな時にもし希望があるとすれば、道島の竜が今またこの町にいるってことです。だが俺は分かってます。桐生さんが構想を収めるために来てるわけじゃないってことは。ただそれでも俺はあなたには期待しちゃうんです。すいません、今のはこっちの都合でしたね。Music stops. アジア街のことは調べておきました。江戸と話をするだけならわざわざ正面から乗り込む必要はなさそうです。迂回ルートがあります。迂回ルート。採用会のメンバーは半端な数じゃありませんから、人目を避けて忍び込みます。ところで桐生さんが江戸に聞きたいことってのは。採用会が辰川って男を殺した理由だ。辰川、尾道の極道だった男で、最近は採用界の情報屋としてアジア街に出入りしていた。そしてそいつがハルトの父親だったらしい。え？じゃあそんな危なっかしい奴がハルカちゃんの？まさか。No way, Jose. 俺もまだ信じられない。
だからそれを確かめるためにもエドと話がしたいんだ。なるほど。 I need a new chair, dude. わかりました。俺がアジア街を案内します。いいのか。ええ、もちろん。アジア街の前でもう一度落ち合いましょう。本当はもう少し人数がいるといいんですけど。それなら尾道からちょうど仲間が二人来ている。そしゃ、何度もご足労をかけて申し訳ないんですけど、後でまた。Back to the left. It's so stupid. Just watching him go up. Actually can. Oh, come on, game. I couldn't enter because of the guys that were following me. What a sham. Oh, money. And then he bumps into the guardrail. すいません、ちょっといいですか。なんか用か。つかぬことを聞きますけど、あなた、ヤクザですか。なんだって。いや、その、あなたはヤクザかなって。その棒はなんだ。これですか。自撮り棒ですけど。自撮り棒。それよりですね、あなたヤクザですよね、よね。俺は仇だ。そもそもなんでそんなことを聞く。本当すか。あなたみたいな一般人がいます。困ったな。これじゃせっかくの企画が。何のことだ。いや、あのですね、僕、筒井優と申しまして、今、カムロ町でヤクザに話しかけてみたっていう動画をネットに投稿しようと思ってるんです。どうです、やばいっしょ。ダンク。これは再生数伸びますよ。Like, comment, subscribe. よくわからんが、この街であまりバカな真似はしない方がいい。そんなのネットでビッグになるっていう僕の野望の前では些細なことですよ。あ、こんなことしてる場合じゃないや。今度こそ本物のヤクザ探しに行かないと。それじゃ。Doesn't get himself killed, dude. 迷惑なやつもいたもんだ。Yeah.Do I need to eat? Yes, it is. I just broke that chair, dude. Umai na. Just leave it in here. Sa, iku ka.ありがとうございました。あ、oh, デリスポーン。あ、デリスポーン。悪いな。またさ。ジーズス。
キリュウの兄貴、すんません。頭、しこたま飲んじまって。これでも達川のこと、可愛がってたんすよね。俺だって酔いたかったのに、先に酔っ払われちゃいましたよ。はあ、まあ、お前らの気持ちは分かってるんだが。5万だぞ、その酒。は？一本5万はする酒だ。One bottle is 50. ちょ、え、それじゃ、half a mil. 50万。You're not scrub. だからもうやめた方がいいって言ったのに。頭、ちょっと起きろよ。おい。なんじゃ。ユータ踊れ。なんでもっと早う止めんのじゃ、バカだれ。立川なんぞのために50万も。まあ、つけにしてもらったんすから、後でなんとかするしかないでしょう。それより今は、アジア街のことです。ねえ、キリュウの兄貴。ああ。もう目は覚めたのか、ナグモ。当たり前じゃい。これから殴り込みっちゅうときに、いつまでも寝ぼけとるわしやなぁですわ。しかし、韓国人のホストとやりようたと思うたら、今度は中国マフィアのアジトに殴り込みとは。ええですな、兄貴は。毎度喧嘩の種がようけ転がっとりますわ。けどその連中、達川はあんな殺し方した組織なんすよね。こっそり忍び込むっつっても、本当に大丈夫なんすか？バカだれ。我は何しにカムロ町組んだら目で出てきたんじゃ。こういう時のために、体張りに来たんじゃろうが。いや、無理はしなくていい。確かに命がけだ。相手は殺しをへとも思ってねえ連中だからな。ほいじゃけど、わしらにとっても立川の弔い合戦ですか。お前もええ加減腹くくれや、ユタ。へいへい。キリュウの兄貴、それじゃもう出るんだ。そうだな。Yes. そろそろアジア街に行こう。おっしゃ、地獄の果てまでお供しますわ、キリュウの兄貴。After you pay the tab.それじゃ。よっ、まおい。スタッツ。グッボイ。I'm not enough XP. Nice. Let's go. Seconds. Dude, I got stopped by the stop sign.How is this an alternate entrance? 兄貴、アジア街じゃ。秋山ユンはここらで待ち合わせじゃ。ああ。こっちです、キリュウさん。少し距離を空けてついてきてください。ナグモ、ユータ。あいつが秋山だ。ええ。へい。江戸の店のあれです。
少し遠回りになりますけど、他の建物を伝え、あそこへ忍び込みます。わかった。そしゃ、こっちです。I like how the death part is closed off.Shiny! Shiny, shiny! There's a shiny! 改めて、秋山です。ヒロさん、そちらの二人が広島の。ああ。広瀬一家の若頭、南雲と若衆の雄太。ハルトの父親だった辰川も、前は広瀬一家の組員だったんだ。南雲じゃ。宇佐美雄太です。秋山さんのことは、桐生の兄貴から聞きました。前は、カムロ町の金貸しっちゅうことでしたの。前はね、今はまたホームレスの逆戻りでした。それに、江戸の店に忍び込む作戦ですけど、まずはこの建物から入り込みます。いくつか建物の中を突っ切って、さっきの江戸の店の3階あたりの窓から忍び込んでくってのは俺の考えです。うまくやれば、ほとんど中国人マフィアとやり合わずに江戸のところへ行ける。その江戸中中国人は今ちゃんと店におるんか？大抵はね。もしいなければ、江戸が店に戻ってくるまで、こっそり建物の中に隠れて待ちます。できたら願い下げな状況っすね、それ。同感だね。他にもやりようはあるんだろうが、構わない。今とにかく、江戸と話さえできりゃそれでいい。それじゃ行くか、秋山。Yes. ええ。あ、そうだ。これ渡すのを忘れてました。ん？東条会の元四代目が西洋会に忍び込んだとなると騒ぎになりますから。Another mask. Same one. What? 気休めかもしれませんけど、いいでしょう、これ。またこれをかぶることになるとはな。みんな考えることは同じなんすね。まず、俺と桐生さんで先行して屋上へ行きます。それまでは、南雲さんと裕太君はここで待機してください。No, wait. I want to pick up the shiny. さすがに4人全員で動くとバレちゃいますからね。屋上に着いたら、ロープを垂らしますので、それを伝って登ってきてください。わかった。了解です。じゃあ、早速行きましょうか。物音を立てずに、静かにお願いしますよ。Imagine the door being locked. Rip. No! No! Can I go out?全部确认完了吗？是，已经全部交付了。好，那今天的工作结束了，辛苦了。Can't sneak。终于完了。等等。啊，对了，你今晚你有没有空？有是有。您不该又会去那家夜总会吧？好嘛，一个人去不好玩了。去是可以的了，但是你不能在付钱的时候睡觉了。知道了，知道了。您绝对是装睡的，对吧？没那么回事儿。いいですよ。合図したらこっちに来てください。Actually, a tough enemy. Look at that.
Nice. Oh no! お前何者だ？もういいですよ。Good. That was kind of my mind bad. My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  bad. Where's Zina going up? Oh, okay. 有可疑人物混进来了。他应该躲在附近，找出来。キリュウさん、バレないように隠れて。找到了，在这儿。Bro, instant. 仕方ねえな。The butcher's back.Awesome. It's honestly super cool. Bonk. Oh, that's meat going to waste too. Wait, what? Found the secret passage. Okay. Cool. Oi, oi! What's happening? Chilling.Nothing in my hand. The dead witch is ace.
Let's stop dodging. Oh, that kid didn't miss. Bullshit. Up, yes. More up. Hey. 一時はどうなることかと思いましたよ。それじゃあ、下でお待たせしてる二人を呼びましょうかね。よいしょっと。Jesus. That's a whole bridge. Nice. 全員揃いましたね。それではご案内します。The camera's HP is super low. Wait, what?もしかすると罠かもしれないな。Yes. どうやら悪い予感が当たったようですね。面白くなってきましたわ。Dude, I'm getting hit by all the tables. Bonk, bonk. Dude.という味だ。素晴らしい味だ。Oh, no, bye bye.Ouch. Dropkick by a fat guy. He's gonna miss.Everyone's taking everybody. Bye bye. Nice.エドの部屋は2階です。キリュウさんはそっちへ向かってください。What a kick! What a kick! Fight versus Ed.Jesus, all those XP. It's like 2K. No, not 2K. Over 1K. さて、招いた覚えのない客だ。何者かな？俺が誰なのか。なんとなく想像はついてるんじゃねえのか。No. まさかとは思ってたが、その声はやはり。
不虚。キリュウカズマ。道島の竜だ。俺を歓迎しろとは言わねえが、あんたには聞きたいことがある。Whatever it takes。相手してもらおうか。Do I get to fight? 聞きたいこと。達川って男のことだ。あんたら西洋会に出入りしていた情報や、奴を殺したのはお前らなんだろう。我々と言いますか、達川を殺したのは、He killed them. Oh. この私だよ。Explains the knife that he's always carrying around. なぜ達川を殺した？聞きたいことというのはそのことか。しかし、あなたに何の関係が？俺の質問が先だ。That's the first. 達川のことは、あなたにとやかく言われる筋合いではない。彼は、西洋会を裏切った。How did he do it? 達川を殺した理由は、組織の掟に従ったまでのこと。ケリュさんは、ヘイハイツという言葉をご存知かな？ヘイハイツ？中国の一人っ子政策を逃れて生まれてきた子供たちのことでね。彼らは戸籍を持たず、国家の管理も届かない闇の子供たち。しかしそのために最低限の生活すら国家に保障されない哀れな存在だ。一説によれば、その数は数億人。達川という男はそのヘイハイツの一人だった。中国人だったってことか。Damn。西洋会は多くの兵配置を日本にかくまい、戸籍を与えて救ってやっている。達川が余命連合会の極道になったのも、いつか我々の役に立つだ。That's why you knew Chinese。 しかしあの男は子供の頃に受けた恩を忘れ、組織を裏切った。その時から彼は我々の制裁を恐れていたはずだ。つまりは自業自得。達川がお前らにしでかした裏切りってのは何だ？さて、それこそあなたにお話しする義理はないね。どうしても聞きたければ。あの世で立つかわから直接聞くといい。There we go. Fight. この私が立つかわのもとへご案内して差し上げよう。キリュウカズマ、ぶっ殺してやる。くれ。Nope, nope, nope. Oh, really? That's how it is. Oh.Alright, before the fight starts, actually.Be right back. Bathroom and the beer.
Alrighty, we buck. We can actually upgrade some stuff during the fight. Nice game. This is being worth it. Oh, look at that. Yes. Oh, but I need the green scope. Green XP. Wow, that did like turn it down. What? Dude, that's fucking cinematic. And that did no damage to him. Don't stab me. Watch, just dropped. Of course. Does any here, does not. これは久しぶりにいい運動ができそうだ。気を抜く。Wait, that's at 1 HP, so why are you...Dude, what a bastard. His name is Gu. Gu Ha. Oh. Yeah. He just flew in the opposite direction. What?Yep. Nice. Go, Sabitina. What do you mean? Sota Tayan de Churu. Kiryu Naniki. Koitsuga Edo. Tazuka Kurostanamo. Kono Doda. What happens now? Edo. Hanash to Moroka. Tazuka Teno do you, Odogananda?なぜあいつを殺した？タスカーがお前らにした裏切りってのは何だ？往生際が悪いぜ。答えろ！お前らはいつか必ず殺す。その前に俺がぶっ殺してやるんだ！Hello.キリュウの兄貴踊れるようやってくれたのたった4人でアジア街を引っかき回してくれよった、うん、どうなってるなんでお前がこんなところに陽明連合会の幹部が中国マフィアとグルなのか陽明連合会は
広島で登場会と杯を進めてんだろ。なる。登場会と戦争してる中国マフィアはお前らにとっても敵のはずだ。俺には陽明連合会なんてどうでもいい。おお、here's the flag。ちょうど潮時だな。なる。俺はな、桐生さん。中身は生粋の中国マフィア。最初から最妖怪の人間なんだよ。なんだと。それじゃお前も辰川と同じってことか。辰川。辰川は中国人のヘイハイスとかいう生まれだったって話だ。そして子供の頃から日本人になりすましていた。ああ、確かにそこまでは同じだよ。ただ俺は辰川と違って最妖怪を裏切りはしない。お前らは一体何なんだ。広島で何をしていた。この状況であんたが質問できる立場か。 Yes。 お前らこそ何のつもりだ。このアジア街に殴り込んだ理由は何だ。今すぐ全員で死ぬつもりがないならそっちから答える。 Is that gonna die?お前らが辰川を殺した理由を聞きに来た。辰川があんたに何の関係がある。辰川は広島で沢村遥って娘に春人っていう赤ん坊を産ませてカムロ町に姿を消した。遥は俺にとって娘も同然だ。沢村遥があんたの。そうか。それじゃあ尾道であんたと一緒にいたあの赤ん坊が。ノー。マスゾイ、早くこいつらを撃て。何を持ちぶっている。落ち着いてくださいよ、エドさん。ボスが来てます。何。Who's the boss? ボスが。なんでわざわざこんなところへ。私は最妖怪総帥のローというものだ。ビッグロー。あんたが中国マフィアの頭ってわけか。ああ、そちらのことは増添から聞いている。桐生さんは日本中のヤクザから一目置かれている人物だと。堂島の竜と言ったか。 What is little high then? そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。ピジー、那伟大的土地。 Oh, no subtitles, come on, man. 生产者不能被人知道的秘密。嗯？何？烦死了！把枪放下来。桐生さん、私たちの出会いの形は決していいものではなかった。おお。だがお互いメリットのある関係を築けるはずだ。もう一度頭を冷やしてから改めて席を用意したい。明日の夜、私とあなたの二人だけで。そこであなたの知りたいことのいくつかには答えよう。俺には悪くない話だ。だが。それであんたには何の得がある。まず私の持つこの店をあんたたちの血で汚さずに済む。そしてもう一つ、我々は今東条会との抗争を抱えているが、その裏に陽明連合会もついていることを承知している。桐生さんはその両組織のトップと対等に口を聞けるという。私がもてなす価値は十分にある。私の招待を受けてくれるか。はあ、分かった。
Tomorrow. いいだろう。Okay.明日の場所は桃源郷ってソープだった廃墟ビルだ。ただしボスが招待しているのはあんた一人だ、キリュウさん。What is Ed? Oh, Ed left. Wait, you're not.Gonna tell me what you said? ようわしら生きて返されましたの。ほんま、なんで中国人たちはわしらを殺さんかったんじゃ。同感。もしかして舛添ってさっきの広島ヤクザ、いい人だったりする？いや、それはないわ。嫌味なやつじゃき、わしは今まで散々な目に遭うとる。ほいじゃが、あの舛添が中国人だったとはの。ヘイハイツとか言うとりましたか。タツカといい舛添といい、一体どうなっとるんじゃ。ヘイハイツって何なんです？中国の一人っ子政策を守らないで生まれた子供たちってことらしい。エドはそう言っていた。ああ、聞いたことありますね。一人っ子政策って二人以上子供を産んだ親に重い罰金がかけられたりするんです。でも中国の田舎の農家なんかじゃ人手が足りないっつってこっそり2人3人って産んじゃうんですよ。ところが生まれた子を役所に届けてないもんだから戸籍も何もない。だから彼らは教育も社会福祉も医療も受けられない。あんた物知りじゃの。さすが東京もんじゃ。採用会はそのヘイハイツって戸籍難民を日本に密入国させてたってわけか。多分戸籍も偽造してやったりして日本人になりすまさせてたんでしょう。なんだろう、ヒューマンロンダリングとでも言うんでしょうかね。ロンダリング。広島にはそのロンダリングされた中国人がゴロゴロいるのか。今までそんな話聞いたことないですけど。でも実際陽明連合会の中に達川と舛添の二人も紛れ込んでたんですよね。それが中国マフィアのスパイとして送り込まれたわけですか。Yes. 採用会と陽明連合会ってのは何かつながりがあるんですか。わしらが知っとるわけないわ。わしらは所詮陽明連合会の末端の枝じゃけ。俺らは達川を追ってきただけなのに、なんか妙なもん釣り上げちまったってことか。キリュウさん、明日本気でローの誘いを受ける気ですか。達川のことを聞き出すためだ。あいつが中国マフィアに殺された理由が何なのか分からない限り、遥の事故がただの事故だったとは言い切れない。もし誰かが意図的にやったことだとすれば、遥がまた襲われる可能性だってある。確かに。なるほど、そういうことすか。ほいじゃが、兄貴たった一人で大丈夫かいの。Yes. さっきあの場で殺されなかったんだ。明日俺が行ったところで命まで取る気はねえんだろう。ローが俺にどう出てくるつもりかは知らねえが、誘いを断る理由はねえ。わしらも行きたいとこですがの。達川と舛添のことといい、あの中国マフィアは広島にも何ぞ一物持っとるようじゃけえの。あ、それで思い出したんですけど、ローが舛添に何か中国語でつぶやいてたのを覚えてます。ん？俺、達川から中国語を教わってたんで、大体の意味は分かったんす。堂島の竜と言ったか。Yes. そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか、興味深く思っていた。And then he said, PG, 那伟大的土地。生长着不能被人知道的秘密。哦，那你 ？What kind of secrets？ ローのあの中国語は何て言ってたんだ。あいつはこう言ってたんです。あの尾道の土地には
決して起こしてはならない秘密が眠っているからなって。決して起こしてはならない尾道の秘密。Damn. Chapter done. Nice.Conspiracy. Of course there's a conspiracy. カムロ町の構想はどうなんだ、東条会さん。いつまで長引かせるんだ。時期終わりますよ。関東一円の頭の皆さんにはお騒がせしてます。こうやって親睦ってのも結構だが、東条会がいつまでも中国人に舐められてちゃ関西に好き見せることになる。カムロ町は関東ヤクザの顔なんだ。しっかりしてもらわねえとな。いやね、俺らはあんたみたいな若い人に頑張ってもらいてえと思ってんだよ。諸先輩方には俺みたいな弱輩を同席させていただいて感謝しています。噂じゃ道島の龍がカムロ町に来てる。 Don't tell me Somi is also a Hazi。 さすがお耳が早いですね。都政を抜けた人間にいつまでもでかい面させちゃダメだよ。これからの登場会はソメヤさん、あんたの時代だろうが。 Would be kind of a twist。そろそろあの老害には引っ込んでもらいなよ。老害？そりゃそうだろうがよ。昔はすげえ極道だったかもしれねえが、もう過去の話だ。男ってのは何をやってきたかじゃねえ、何をするかだ。口だけの老害の出る幕じゃねえってことよ。よう、もうその辺で。なんだよ。バンク。Bonked. なるほどな。それじゃあ結局例の達川がなぜ殺されたのか分からずじまいか。命がけでアジア街に乗り込んだにしちゃ見返りが少なかったな。だが達川が何らかのことで中国マフィアを裏切って殺されたってことまでは分かった。もしかしたらそこに遥の事故が絡んでくるのかもしれない。なんだ？それじゃ西洋界の中国人たちが達川と関係のあった遥とその赤ん坊を見せしめに殺そうとしたってことか？もしそういうことなら、もう遥とカムロ町に連れてくるわけにはいかない。伊達さんが遥を警察病院に移してくれていたのもいい判断だった。何にしてもまだ達川って男には分からないことが多すぎる。それを確かめるためにも俺は今夜ローとまた会うつもりだ。そうか。しかし達川にしても舛添ってのにしても中国マフィアが広島に潜り込んでたわけだよな。広島に何があるってんだ。やっぱり伊達さんにもわからねえか。はあ、なんかもう言葉も出ねえ。いつの間にか俺らの周りに中国マフィアが紛れ込んでたなんてよ。立川なんて俺はガキの頃から知ってたんす。もう誰を信じていいのかわかんねえ。ローの言ってた尾道の秘密ってのも何なんですかね。さあな。だが俺が今知りたいのは、西洋会が達川を殺した背景だけだ。それが遥の事故と関係ねってんなら、もう俺らが西洋会に首を突っ込む理由はない。ん？お前は、ソメヤ。踊れ。おい、こんなとこでよせ。まさか東京に来てまで踊れの面拝まされるとはの。何の用じゃこれ。カムロ町の女の味はどうでした？南雲さん、広島の田舎じゃ味わえないもんだったでしょう。桐生さんたちがホストクラブにいる間、
お楽しみだったとか。なんでそがなこと知っとるんじゃ。ここは俺ら東城会の町ですよ。お忘れですか。なんならあんたが店でどんなプレイしてたかまでここで話しましょうか。おどれこのクソガキ。何しに来た染谷。お前は東城会の手下に俺を襲わせるだけで高みの見物だと思ってたがな。今日は4代目にお願いがあってきたんです。悪い話ありませんよ。何？単刀直入に言います。4代目アライアンス。 What？ この俺と手を組んじゃもらえませんか。なんだと。4代目は昨夜西王会総帥の牢に会われましたよね。アジア街に牢が姿を現したと聞いています。同じ頃東城会の門がアジア街に入っていく4代目を見たと報告をしてきました。スパイだろ。ローと次に会うのはいつです。その時に俺をローと引き合わせてもらえませんかね。何を企んでる。ご存知の通り東城会は今ローの最王会とドンパチの真っ最中です。お互いまだまだ流れる血が足りねえってんで終わりの見えねえ泥沼だ。ところが手打ちにしようにもローはある事件が起きて以来ずっと地下に潜っちまった足取りがつかめないでいる。ある事件聞いてませんかね。やつの息子ジミー・ローがカムロ町で殺された件です。ジミー・ローはカムロ町での実動部隊を動かす最王会の幹部でした。ゆくゆくはローの後継者となるはずが町の片隅でゴミみてえに殺されたんですよ。東城会が殺したのか。ローの息子。刑事さんの前で野暮なこと聞かないでください。オフレコにしといてやるよ。どの道証拠がなきゃ警察は動けねえんだ。誰がジミー・ローを殺したのか知りませんよ。ただローは東城会がその殺しに絡んでいると思っている。だから東城会と西王会の抗争に幕引くにはこの俺がローと会う必要があるんです。俺をローと会わせてください。4代目たまにはあんたも東城会のために役に立ってくださいよ。ないよ。よいねえ。けどが兄貴が踊れなんぞの言うことを聞く気ではな。おい兄貴はのローから大事な話を聞かんといけんのんじゃ。シャラ。それじゃやっぱりまたローと会うことになってるわけだ。あ？ソメヤ、その前に一つ答えろ。聞いた噂なんだがな、アジア街を焼き払って西洋界をカムロ町に引き込んだ人間が東城会内部にいるらしい。この話聞いたことは？ありますね。その噂によれば西洋界を引き込んだ人間ってのは菅井さんと俺です。その後お前らは西洋界とグルになってカムロ町の抗争を演出した。警察は抗争の責任を東城会6代目に押し付けて逮捕し、おかげで菅井とお前は東城会の実権を握ることができた。だが今になって作り物だった西王会との抗争に本物の火がついちまったってことなんじゃねえのか。俺が聞いた噂によればの話だがな。で、ルームです。もしその噂が本当なら俺や菅井さんは東城会の親に弓引いた裏切り者ってことになっちゃいますよ。 Yes。バカげた話です。ご質問には答えましたよ4代目。それでどうします。協力してもらえるんですか？ いいだろう。夜になったらまたこの店に来い。ローのところへ案内する。え、あ、兄貴ちょっと、ええんですか？ただしローには今夜俺一人で会うことになっていた。その約束を破る以上何が起きてもおかしくはない。結構ですよ。ありがとうございます4代目。兄貴行けんよ。あの染谷の下道は抗争相手の牢をやる気じゃ。もしそがな真似されたら
もう牢から達川の話聞けんようになる。ああ、だが、だからこそ俺は染谷と一緒に動くんだ。あの染谷って男は危険すぎる。いつ何をしでかすかわからない。狂犬は放し飼いにするより近くで見張ってる方がいい。なるほど。孫子曰く、友を近くに置け、敵はもっと近くに置けってやつですか。なんならそら、かっこいいじゃないの。キルさん、夜になったらまたあの染谷が来ます。あいつを連れて牢のところへ行けば何が起きてもおかしくありません。キルさんは今のうちにいろいろ準備しといた方がいいですよ。ああ、そうだな。そしたら兄貴、わしらはここで待っとります。広島の方も気になりますけ、田頭や松永と連絡取っていろいろ聞いてきますわ。 What does that mean?キリュウさん、準備はもういいんですか。よかったら夜まで少し休んだらどうで。いや、そうですか。Okay, じゃあ let's go 準備できたら教えてください。それじゃ。ジャングルボーイ。あ、もしもし。お母さんだけど。いらっしゃ。36K Jesus son。ありがとうございました。Let's go sell the plates that I have for some monies. What snaps them half, though? Then we got hunger gauge. Stupid. It's this way. Yes.Yes, that's all. Wait a minute, how is a bronze plate worth more than the iron plate? ありがとうございました。 What do you mean, いらっしゃ。86K. Okay. ありがとうございました。All right, anything else I can do? Another 5K. Nice.
手間取らせやがって。いやSuperman Bonk. しばらく寝てろ。Stats. Get back up. Nice. Ah, too off. Are you kidding me, dude?Let's do it, son. Kiryu-san. よかったら夜まで少。Yes. ああ、そうさせてもらう。わかりました。ソメヤが来たらお呼びしますよ。すまないな。これはまたお揃いでお出迎えいただいちゃって。ソメヤ。約束通り来ましたよ。そちらは気が変わったりしてませんよね、四代目。ああ、安心しろ。ローのところへ案内してやる。兄貴、このバカタレが何ぞおかしな真似しよったら、すぐわしらも行きますけ。いつでも呼んで使わせ。そのツラボコボコにしたると四代目。Hello. ローと会う場所はどちらで。前は桃源郷ってソープだったビルだ。ローはそこで待ってる。桃源郷、あんな場所にローが。何か問題でもあるのか。まああの建物の中に入ればわかりますよ。なんて言われてまた会うことになったんだよ。登場界の人間には関係ねえことだ。お前に余計なおしゃべりをするつもりはねえ。そんなこと言わずに仲良くやりましょうや。行き先が桃源郷ってことなら、ローも四代目を歓迎してるわけじゃないらしい。どういう意味だ。あそこは前とは様変わりしてましたね。ソープが潰れた後は誰も手出ししてこなかったんです。そこに入り込んだ連中がまたろくでもないのばかりなんだ。多分ローはそいつらを使って四代目のことを試す。 No thanks。 ここだね。Oh, it's that place. 桃源郷。 It's from
ローはもう俺が四代目と一緒にいることに気づいているはずです。約束と違うなんつって、とんずらこかれなきゃいいんですけどね。どうだろうな。そうなりゃ、お前も俺もお互い無駄足だ。まあ、入ってみてのお楽しみです。しかし、こんな小汚い場所で出迎えもなしってんじゃ、ローもゲストへの礼儀ってもんが分かっちゃいませんね。ああ、それについちゃ同感だ。もう10年くらい前ですが、世良三代目が死んだ後、東条会の跡目争いの構想がこの建物にも飛び火した。もちろんご存知ですよね。道島の竜と島野の狂犬が暴れまくって、ダンプを突っ込ませたりめちゃくちゃだったらしいじゃないですか。ここを廃墟にしちまったのはあんたらですよ。ここ以外にもこの町にはあんたらが好き勝手やってぶっ潰してきた負の遺産ってのがゴロゴロしてます。そういう場所に入り込んでるのが連中みてえな立ちの悪い半グレです。若い女をさらってきちゃやりたい放題やってるみたいで、ところが今は警察も東条会と中国人の抗争で手が回らねえ。で、こんな街のど真ん中に無法地帯ができちまった。どうです?四代目も責任感じちゃいません? No. Stop eating at my country. しかしこの建物の奥に牢がいるとなると、そこのチンピラどもは牢の元に下ったってことなのかな。ならこいつらは牢のよこした出迎えか。その割には俺らと口を聞く気もねえらしい。どうせこいつらから身のある話なんて聞きやしません。あんまり牢を待たせねえうちにやってやりましょうや。四代目先に進みましょう。そこのはしごを使って上へ行きましょう。Let me follow him. Good. That's it.
Jesus, look at that damage, son. Damn.なんという素晴らしい味だ。ここで待ってますから、早く。Better to deal with him now. Well, I hope he doesn't actually get up. What the hell was that? Suddenly easier than that.Huh?
Done, so we're good. Oh no, that far away, you're kidding me, dude. Taken back before I started the fight. Ha!
Oh, there we go. Finally got it. Fucking stomped on his head, dude. Kinda looks like the end. I get a back bathroom break again. Buck. Let's go. There we go. Hangman again. Why do not my punches connect? There's no bark or something. Okay. I'll take it. Okay. Big Lowe's room. Kiryu-san, anata hitori de kite itadaku yakusoku datta ga, tsure ga iru no wa dou iu koto da? Lo. Mottomo, watashi wa nippon jin no uragiri ni wa narete iru.ちょうどそこにいる染谷さんのおかげでね。お久しぶりです、ローさん。こんな場所にいらしてたんじゃ、いくらアジア街を探ってもお目にかかれなかったわけだ。神室町には、
登場界の手が行き届いてない場所はまだいくらでもある。ここはその一つに過ぎない。なるほど。しかしいい加減うろちょろされると目障りなんですよ。あんたらの匂いが臭くてね。我々をこの町に招き入れたのはあんたたち日本の極道だ。私の息子を殺したのもな。そうか、やっぱりあの噂話の通りか。ソメア、お前らとローはもともとグルだった。アジャーが浮き西洋界を引き込んだ後のお前らの構想は大吾を警察に逮捕させるための茶番。ねえ、ですが今は見ての通り、俺らと中国人は戦争の真っ最中です。菅井さんが登場界の頭になり次第、用済みの西洋界には消えてもらおうとしたんですが、なかなかしぶとくてね。改めて言いますよ、四代目。Lekshav, Jesus Christ. 俺と手を組んでください。Raid 473. Hello, 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 everybody. 正直言うと、さっきまでローはこの場で殺すしかないと思ってたんですがね。四代目。Is it not me? I'm Wazi Cell. ローを生き残すことだってできそうだ。Welcome in, everybody. それに、俺がここでローを殺すとなりゃ、四代目は止めるでしょう。あんたはローから聞き出さなきゃならねえことがあるってんだから。でも俺と一緒に奴を生け捕りにすれば話は後でいくらでも聞き出せる。俺もローを殺しちまうより生け捕りにした方が後々西洋界の連中を支配しやすい。俺とお前で利害が一致していると言いたいわけか。ええ、違いますか。Cheers, Exile, for the 思ってるが、アメ野郎なんだな。I'll see you soon, I guess. What a showdown, oh yeah. ん？ Oh. 例の噂によりゃ、お前らは大吾をはめて無所にぶち込んだんだったな。I'm looking at Somaya's ass again. あいつを崖の頃から知っている。極道と距離を置いていたあいつを登場界六代目に引き込んだのだ。What? Yep, Korosk. Here I am. なるほど。要するに何があっても俺と手を組む気はねえってことですか。Nope. 足は洗っても俺は結局。根はヤクザだ。Wait, what? 身内に手出した相手がどんなやつだろうが、やられたらやるかいさ。Spent all this game saying you're not Yakuza. そういう性分なんだな。あんたのそういう振る舞いが計算づくじゃねえってんだから、恐れ入りますよ。ローさんの目の前で俺を倒せば、あんたは西洋界の信頼を得ることができる。今までもそうやって無邪気に動いてきた結果、あんたはその男気で敵も味方も魅了してきたんでしょう。自分の見せ方がうまい極道ってのは出世します。あんたがしてきたのと同じことを俺は計算づくでやってのし上がってきた。何が言いたい。四代目、俺とあんたはやり方が違うだけで案外似た者同士ですよ。笑わせるな。これは面白い出し物が見れそうだ。おお、an actual fight. Okay. Men slapping me. 四代目がタイマー張ってくれるとなりゃ。こんな無粋なもんは使えませんね。今度は殺す気でやらせてもらいますよ。上等だ。来い。Let's go.
measure him back. Nope, no. Superman punch. Quite awful. Wait, it's the same one from the first fight. That was surprisingly easy, dude. Korega Dojima no Ryu. Way too easy. Kind of sus even. Ore mo koko made desu ne. Ima kara to agaita toko de あんたらから逃げることもできねえ。True. さあ、どっちが俺をやるんです ？No one, I guess. あんたか、それともローさんか。ローさん。キリュウさん、この場は私に任せてもらえるか ？What? No. 私は息子を殺されているんだ。このカムロ町でな。そうでしたね。That's not fun then. 言い訳をしないんだな。だが、やったのはお前ら登場会の極道ではない。Wait, 私の息子を殺したのは陽明連合会の黒幕岩見つねおだ。岩見。スネオ。The kid. クルス会長の息子が。あの男は登場会の頭を自分に都合よくすげ替えるために我々をカムロ町に引き込み道具にした。Wait. そして用が済むと私の命を狙い息子はその巻き添えになって死んだ。なんだと。この染谷も登場会の素材も Damn, this story is その後ろに岩見常雄がついているからこそチンピラに過ぎない。つまりこいつらは殺す値打ちもない連中だ。そんなこと言ってると後悔しますよ、ローさん。あんた自分を殺そうとする男を消しもせず野放しにする気ですか ？Yes。たったそれだけの理由で殺しをしなきゃならない。I will never sleep again. 私は寝る暇もなくなってしまう。私の命を狙う人間は星の数ほどいるんだからな。And that's right. この場であんたを殺すことは簡単だが、それは登場会といううるさい蜂の巣をつつくようなものだ。Yeah. 他より少し大きいだけの蜂を一匹殺して、私を狙う蜂を増やすのは馬鹿げている。俺が
ほんの少し大きいだけの蜂だと。そうだ。その上あんたは今殺されなかったことで私に大きな借りができるな。借りだって俺がそんな恩を感じる男じゃないと言ったら、それはそちらの自由だ。だがあんたを生かすことで私へのリスクは減りこそすれ増えることはない。なるほど。That's why you're just a kid. それが長年組織を相手に頭を張り続けてきた人間の考え方ってわけだ。だが岩見常雄にはこう伝えてもらおう。息子の仇を取るためなら私は寝る暇どころか全てを失っても構わないとな。 Dude, why am I even here then?今日のところはいい勉強させてもらいましたよ、ローさん。四代目。キリュウさん、あの男への扱いに依存はあったか。いや、何もない。私もあの男とのやり取りを見たおかげであなたという男を知ることができた。そもそもあなたをこんな場所へ招いたのはそのためだ。あいにくだが、俺はあんたを知るためにここへ来たわけじゃない。タスカーのことを聞かせてもらおうか。俺がこんな場所まで来たのはそのためだ。タスカーはなぜあんたらに殺されなきゃならなかった。あいつがやった西洋界への裏切りってのは何だ。 I mean, with all that 残念だが達川の裏切りを詳しく話すことはできない。あなたが西洋界に入って私に忠誠を誓うというなら話は別だが。 Why would I do that? なんだと。もっとも達川の死の真相をあなたが知る必要はない。 That's all I need. なぜなら達川はあの赤ん坊の沢村春人の父親ではないからだ。おお。OK。あの子の本当の父親は他にいる。Damn。なんでだ。なんでお前にそんなことがわかる。まさかお前は春香のことも知っているのか。私から今言えるのは、カムロ町で構想している組織にとって、oh, あの赤ん坊が重要な価値を持っていること。Don't tell me it's his kid. そしてその価値を知る人間がますます増えているということだ。Damn. ハルトの価値ってのは何だ。あの子の父親は一体誰なんだ。 What the hell?ユニーとりあえず、その電話は早く出た方がいい。Welcome in, welcome in. あんたが思っている以上に、あの赤ん坊の周りは切迫してきているぞ。崎山、probably. あ、キリュウの兄貴、ユタ。ユタです。お。広島でまずいことが。何があった？清美さんから連絡があったんです。うちのおやつさんが。ハルトを連れて姿消したって。Oh, hell no. 広瀬の親分がハルト。どういうことなんだ。俺にもわけわかんないっす。Hey, hey. もしもし。Important knowledge here. 聞いてますか。Oh boy. Holy cow, that's some plot twist. Yuta, Hiroshima に戻るぞ。 And this Dr. Honk.
今すぐにだ。Betrayed. Third one of the day. Jesus Christ. Hello, hello, hello. Welcome in. Chapter 9. Well, I think almost halfway. Was the legend? I don't know about the legend, but... Jesus, dude. That's some plot twist. Oh, crap. Legendary. How doing, peeps? My dick in it. Oh, legend my dick? You and your made up language. I can barely get it. What do you mean? Okay, I'll turn the back up. How do fries have so much cheese? Okay. Oh, I should find the threads. What do you mean you already know where the smell is from? He's from Forklift Ania. There's nothing to be done. Dude. I got hit anyway. What do you mean? God, I just need to eat and then go on my way. Objective. Ow. いらっしゃいませ. Ramen, yes. 気に入ったぜ。さ、行くか。Oh, eat your combos. Nice. Let's go. ありがとうございました。I have no time for a sub stories, dude. More fights. Nani so my game?Ow, what do you mean? What Naruto? Naruto sucks. I said it. Gotta go Zaimasu. Suck it. There we go. キリュウの兄貴。待たせたな。あれから広島の状況は変わらねえか。何か新しく分かったことは。今も広瀬のおやつさんとは連絡が取れません。
ハルトをどこかに連れてったきりです。あの親さんが予言した言うんじゃ。なんであん人が坊ちゃんを黙って連れ去ったりするんじゃ。ローが言うには、ハルトには何か隠された価値があるって話だった。そしてハルトの父親は達川じゃないらしい。なんじゃと？そんな。ローと話したことは、おいおいお前らにも話す。今何より広瀬の親分を探さなきゃならねえ。おいじゃが兄貴、さっきまた広島から連絡があったんじゃ。松永と高頭の話だと、本家の連中も広瀬の親さんのこと探しとるらしいんですわ。組の事務所に小清水が怒鳴り込んできたっちゅう話で。小清水？ Wait, oh, that guy, right. あの陽明連合会の若頭。That's Vinnie Jones looking guy. There's still Yakuza in Japan. Oh, hell yeah. よう分からんが、ローって男の話。I mean, this is 2016, so. 坊ちゃんがなんや、大きな事件に巻き込まれてるのは間違いなさそうじゃ。本家の狙いも、親さんが連れてる坊ちゃんの方なんじゃ。とにかく広島に戻ろう。Yeah, let's go drop a bomb in Hiroshima. 松永と田頭は無事なのか。大丈夫です。今本家に見つからないよう、モレノで鳴り潜めてるって言ってました。モレノか。危なっかしいの。広瀬のおやさん探しとんなら、いずれあいつらも本家の連中に身柄を抑えられそうなもんじゃが。たとえあの二人が広瀬の親分の行く先が分からなくても、広瀬一家の人間なら疑われるのは当然だ。あらあらどちらにしても急いで広島に戻ってモレノに行こう。カムロ町を出るぞ。お前らもすぐ支度してくれ。Right, let's go. And we'll play baseball. Wait. 兄貴。Yes, let's go. ああ。兄貴、まずはモレノに向かってつかさい。Wait. 松永と高頭がわしらを待っとりますけ。でも頭。本家の連中もおやっさんを探し回ってるって話です。あいつらが俺らを見つけたら面倒なことになるかもしれませんよ。今はあいつらに構ってる暇はね。そうじゃ、連中がわしらに何ぞ言うてきよったら無理にでも押し通ったろ。 Yes. 相手が本家じゃろうが邪魔してくんならやるしかないで。 Let's go.Wait, what do you mean this is blocked off? Oh, come on. It wasn't before. Oh, そこの踊りら止まれや。兄貴、あんなら本家の連中じゃ。やっぱり桐生じゃ。That's why. それに広瀬んとこの子分じゃの。広瀬のじじいはどこじゃ。隠すとためにならんで。話だけで済まそうって態度じゃねえな。お前らに付き合ってる暇はねえんだ。Yeah, rain check on the fight. 出直してもらおうか。踊れ。なめとるんかこれ。Almost, yeah. Is it just me? They're okay. Oh, a car! What do you mean? What the heck? Quite an entrance, though. I like how the guys are not even trying to fight. Kick. Let's go, 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 go. Another car. Ooh, two cars. Now this is cinema. Half of the section of hell exist. I exist.
That was it. Oh, oh, bro kick. Holy balls, dude. And another car, right? Oh, no. Stop. Three cars. Dude, they're crashing the car. That was brutal, yep. Oh! Actually, stunner. I'm gonna get my ass kicked. As well just have a pistol. Oh, pistols do no way. Because they're not canning. We're just getting my ass kicked. Dude. Told you, look at us, my HP is blinking even. Hattori, the one from Witcher. The guys on the yep. The guys with the purple well not skulls, I don't know what to call them. Demons are really tough enemies. Bonk. Kirinaniki, Hayo Mura no Nikojo. Like almost bosses. Kogana in Chua Ikini Shatra, Kiriga Arias. This way. No doubt. Yep. And neither did I, by the way. Those common enemies, what are you? Dude, I got drop kicks like that from out of screen. Superman punch. Bonk, bonk. Nice. カチン。あ、桐生兄貴。頭、言うた。みんな無事じゃったんか。おお、当たり前じゃろうが。ほうじゃけど、あの辰川が殺された言うたり。How did they know? What? どえらい話ばかりじゃけ。わしも高城を無事心配しとったんじゃ。もう、なんじゃ、キヨちゃんまでおったんか。桐生さんたちがここに来るって。 高城君から知らせもらったの。ごめんなさい、桐生さん。私がハルト君を預かっていたのに、こんなことになって。何を言うんじゃ、キヨちゃん。あんたの責任だなんて誰も思うてらせんわい。ほいじゃけど、何があったんじゃ。キヨちゃんはうちの親父さんが坊ちゃんを連れていくとこ見たんか。座ってつかさい。話せば長くなりますけ。 Know who says that? You? 夕方頃、スナックを開ける準備してた時でした。広瀬の親分さんがフラッと一緒に来て、So you? ハルト君の顔を見に来たんだって。親分さんが店に来ることは前からよくあったし、
ハルト君もなんだか、あの人には懐いていたみたいで、嬉しそうに笑ってた。それで？飲み始めてすぐ、親分さんがタバコの後って言ったんです。でもちょうど切らしちゃってて、それで私、ハルト君を親分さんにお願いしてお使いに。で、キヨちゃんが店に戻った時にはおらんかったっちゅうんか。Kind of same. それだけなのか。最初はハルト君を連れて散歩にでも出たのかと思ったの。でもカウンターに飲み台が置いてあって、親分さんの携帯に電話したら店に置きっぱなしだった。 What do you mean, dude? 何が起きたのか、その時はまだ飲み込めなかったけど、いつまで経っても親分さん戻ってこなくて、それで松永さんに連絡して裕太君に電話したのはそのしばらく後。親さん、なんかいつもと違う様子なかったかの？うん、普段通り。冗談も言っていたし、いつも通りの親分さんだった。Basically, 飲み台を置いてったとこ見ると、誰かに無理やり連れてかれたってわけでもなさそうっすね。カムロ町で俺はハルトのことで、中国マフィアのボス、ローって男と話した。Shut up! It's on Max! What do you mean? そのローがこう言ってたんだ。It's a prefix! ハルトの父親じゃないと。そして、ハルトにはカムロ町で構想中の組織にとって、何か重要な価値があるってな。じゃけ、小清水の頭がおやっさん探しとるも、多分坊ちゃんを狙うてのことじゃ。Like, Aniki means, brother. もしかしておやさん、ハルトを誰にも奪わない。But you should know that you watch Aniki. 隠したんじゃないかの。じゃったら、清水さんに一言言うてってもええじゃろうが。キヨちゃんを巻き込みたくなかったのかもしれんで。いや、全部広瀬の親分に聞いていないことには何もわからねえ。今確かなのはそれだけだ。くそ、おやさん、どこにハルトを連れ出したんじゃ。What now? Can I just leave?Wait, what? That's all it took? It could have been the same cutscene, dude. Kiryu-san, 本当にごめんなさい。私がしっかりハルト君のことを見ていなかったせいでこんなことに。いや、あんたは何も悪くない。Can't blame yourself. でも、それより、あんたには一つ言っとくことがあった。カムロ町で染谷とやり合ってな。多分あいつとは、いつか何らかのケリをつけなきゃならない。あの人とキリュウさんがどうして？染谷は東条会の六代目を罠にはめて無所に送った。はめられた六代目は、俺が極道の世界に引き込んだ男なんだ。すまない。あの人と私はもう他人だから。Well, except your ex. He's your ex husband, dude. あんたらの間には子供がいるんじゃなかったか。私はその子を置いて染谷から逃げたんです。私は昔から逃げてばかりなの。この町からも高校を出てすぐ逃げ出した。この何もない街がずっと嫌だったから。oh, yeah. それで Constant. 東京に行ったの。Fucker, by the way. 向こうでは初めから水商売だった。銀座のホステスをして、ちょうどバブルの頃、それまで見たことないようなお金を稼いで東京の人間になりきっているだけで楽しかった。そのままあっという間に30歳。30? いろんな客を相手にして、Expired. 世間の裏まで知的になってた。そして悪い客に捕まった。肩書きは不動産の社長だって言ってたけど、知らないうちに私は
Don't let your wife hear you. 背負わされてて。No ring on this finger, dude. しかもその人の後ろにはヤクザがついていた。そのヤクザがソメヤだったのか。うん、違うの。そのヤクザたちから私を守ってくれたのが。Then you're going to find a girlfriend. ソメヤ。So you are on my league. Yep. No, you're on mine because I'm older. ソメヤも客の一人だった。でも私が借金地獄に落とされそうになっているのを見て、その時ソメヤは何も言わずに体を張って、oh. ヤクザたちと話をつけてくれたの。So Someya is a good guy after all. Kinda.I can lift a woman. Oh, it's a flashback. Oh. Huh.ソメヤさん、どうしたのその学校。いや、that's Tokyo, yep. あんたがあの男に生き血を吸われることはねえよ。It's Kamurocho, the main city. 俺が成し付けといた。あいつはもう二度とあんたの前には現れない。東京から出てったよ。あんたにはもう借金もない。自由の身だ。イエーイ。しっかりしなよ。あんた、俺よりずっと年いってんだから。いや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 。私のために。どうして？Oh, ew, ew, the bloody mouth. Oh, no.No one cares. Ew. So she only hooked up because he beat somebody up. Nice. Kyo-chan, あのソメヤと素顔なことが。南雲くん、私のことを幻滅したでしょ。この町を捨てて東京でいい気になって騙された。ハッ、スカムバカな女だなって。 Imagine getting scammed. ソメヤとはその後結婚してすぐに娘もできて、でもやっぱりあの人の女でいることは怖かった。 Check your phone. 子供のためにも。 My phone?ヤクザから足を洗ってほしいって何度も頼んだけど、ソメヤ聞いてくれなかった。No. Well, one. あの人がどこで何をしているか聞けば、男の仕事に口を出すなと怒られる。そして私が誰かの血のついた服を洗わされた夜、ソメヤはその手で優しく娘の頭を撫でていた。私にはもう。So then in the あの生活は限界だった。だからソメヤに黙って娘と一緒に逃げようとした。それをソメヤは許さなかったんだな。あの人には私が何を考えているのかなんて全部分かってたの。逃げた先ですぐソメヤの子分に捕まって、娘を取り上げたソメヤは初めて私に手を挙げた。何度も何度も。あんけど。それで。Well, I played on kind of release. 娘が三つの時に置き去りにして。No crashes though, but it was janky. ソメヤの元を逃げた。あの人は私が娘を連れ出すチャンスを二度とくれようとしなかったから。That's pretty hard. あの子が今。幸せでいるのか、そうじゃないのか。
the corpse of... Well, I mean, there are some games that you need to pre-order because they're good. でも、やっぱりあの時私はああするしかなかったの。暴力を振るう夫のもとにまだ小さな娘を残して逃げるしか。Why couldn't you be a good little wife and not pry into the business? だからあの子の母親だなんていう資格は How about that? 私にはもうないの。何を言いよるんなら。このバカタレが。え？あんたはなんちゅうバカなんじゃ。あ？親でおることに資格なんぞいるんか？自分が腹痛めて産んだ子じゃ。今でも会いたいんじゃろ？そうだな。他人面するんはやめ。泣くもくん。あんたが昔子供を置いて逃げたんは。他にやりようがなかったんじゃろ。ほんでももしあんたが望むんじゃったら、わしが動画してでも染谷から娘を取り戻したら、子供にとって親はどこまで行っても親なんじゃ。That's not 勝手に親辞める資格こそ、What? あんたにはなあと違うんか。And she's gonna cry, of course. すまんの、キヨちゃん。じゃが、あんたに小柄なことを言えんのは、幼馴染のわしだけじゃけ。Buddy, oh, kill me. あんたには、しっかりしてもらいたいんじゃ。ありがとう、ナグモ君。え？Now she's gonna make things right, right? もしかしたら私はずっと誰かにそう言ってほしくてこの町に戻ってきたのかもしれない。Good. What now?行かなくていいのか、ナグモ。こっちのことはいい。お前はママについててやれ。いえ、そうはいかんですよ。What do you mean? 今はうちのおやっさんを探すのが先じゃ。何よりも坊ちゃんの無事を確かめんといけん。わしは広瀬一家の留守を預かる頭ですけ。All right, yeah. He's in charge now. あの頭。それはわし考えとったんだけどな。Thinking, 何じゃここでじっとしとっても何もすまん。いっそおやすさんが行きそうなとこどこでもええけしがみつぶしに当たってみたらどうですかの。どこか心当たりがあんのか松永。まあいくつかは。One, お前らもなんか心当たりの場所あるじゃろ。へえ、なあこともなあですわ。ナイス。And with that, we're gonna save up.And continue tomorrow. Check the score. I will. I already checked phone. With that, yeah, thanks for all the raids, all three of them. Oh boy. To Honk, Uni, and Lakshav. Thanks for chatting up, and I'll see you tomorrow, 7 p.m. my time. Check the score for that. Alright, thanks for coming, and bye bye.